スクワット。足を肩幅に開き、ももの付け根に手のひらを上にして添えます。胸を張り、手をお腹と太ももで挟み込むように、ややお尻を引いてしゃがみます。呼吸は吸いながらしゃがみ、吐きながら立ち上がります。4カウントでしゃがみ、4カウントで立ち上がります。1、2、3、4、5、6、7、8。動作中はつま先と膝は同じ方向にし、背中を丸めないように胸を張って行いましょう。足腰の筋力アップに効果的です。また体の中の大きな筋肉を使うので、基礎代謝アップに役立ちます。ランジ。足を揃えて手を腰に当てて立ちます。上体はまっすぐな姿勢で、片足を前へ踏み出して沈み込み、床を蹴り元の姿勢に戻します。こちらの種目は左右交互に20回行います。呼吸は吸いながら踏み出し、吐きながら戻します。全体としてできる範囲でリズムよく行い、着地から沈み込みまでゆっくりと行います。動作中は膝がつま先より前に出ないようにし、つま先と膝は同じ方向で行いましょう。きつい場合には踏み出す幅を狭くしても構いません。太ももの筋力アップ、バランス能力アップに役立ちます。アブダクション。椅子の背に軽く手を添えて立ちます。お尻の筋肉を意識しながら、片足を横へできるだけ高く上げて保ち、下ろします。呼吸は吐きながら足を上げていき、吸いながら戻します。4カウントで足を上げ、2カウントキープして、4カウントで戻します。1、2、3、4、1、2、5、6、7、8。つま先の向きは外側に向けず前方に向けて行いましょう。お尻の筋力アップ、バランス能力アップに役立ちます。カーフレイズ。足を平行にして腰幅くらいに構え、椅子の背に軽く手を添えて立ちます。ふくらはぎの筋肉を意識しながら、かかとを上げて下ろします。呼吸はかかとを上げながら息を吐き、吸いながら戻します。4カウントでかかとを上げ、2カウントキープして、4カウントで戻します。1、2、3、4、1、2、5、6、7、8。できる限り大きく動かして、かかとを上げたところで少し止めて、ゆっくりと戻します。バランス能力アップ、血行促進、むくみ解消に役立ちます。プッシュアップ。手を肩幅よりやや広く開き、腰を伸ばして両膝を床につけます。胸の筋肉を意識しながら、肘を曲げて胸を床に近づけてから戻します。呼吸は吸いながら肘を曲げ、
吐きながら戻します。4カウントで肘を曲げ、4カウントで戻します。1、2、3、4、5、6、7、8。動作中は胸から膝までまっすぐな姿勢を維持しながら行いましょう。上半身の筋力アップ、姿勢改善に役立ちます。トランクカール、仰向けになり膝を立て、ももに手を添えます。おへそを覗き込むように背中を丸めながら、手で膝を触るまで上体を起こします。呼吸は吐きながら上体を起こし、吸いながら戻します。4カウントで上体を起こし、4カウントで戻します。1、2、3、4、5、6、7、8。起き上がる高さは肩甲骨が床から離れるくらいでも効果があります。お腹の引き締め、体幹の強化に役立ちます。ヒップリフト、仰向けになり足を腰幅に広げて膝を立てます。ボールがある場合は膝と膝の間に挟んで行いましょう。お尻を持ち上げて、膝から肩までがまっすぐになるように姿勢を保ち、ゆっくりと下ろします。呼吸は吐きながらお尻を持ち上げ、吸いながら戻します。4カウントでお尻を持ち上げ、2カウントキープし、4カウントで戻します。1、2、3、4、1、2、5、6、7、8。動作中は腰を反らないように注意しましょう。体幹の強化、腰痛予防、ヒップアップに役立ちます。アームレッグレイズ、腕は肩幅、足を腰幅に開き膝をつきます。片手を前方に伸ばし、同時に反対側の足を上げて後方に伸ばします。こちらの種目は左右交互に10回行います。呼吸は吐きながら片手片足を上げ、吸いながら戻します。4カウントで上げて、2カウントキープし、4カウントで戻します。1、2、3、4、1、2、5、6、7、8。動作中は腰を反ったり丸めたりしないように注意しましょう。体幹の安定性、姿勢改善に役立ちます。内くるぶしタッチ、右手で左足の内くるぶしを触り、左手で右足の内くるぶしを触ります。左右交互リズミカルに10回行いましょう。動作中は無理のない範囲で上体をまっすぐに保ち、足を大きく上げ触るようにしましょう。外くるぶしタッチ、右手で右足の外くるぶしを触り、
左手で左足の外くるぶしを触ります。左右交互リズミカルに10回行いましょう。動作中は無理のない範囲で上体をまっすぐに保ち、外側に足を大きく上げて外くるぶしを触るようにしましょう。かかとタッチ、両手を体の後方に構え、右手で右足かかとを触り、左手で左足かかとを触ります。左右交互リズミカルに10回行いましょう。動作中は無理のない範囲で上体をまっすぐに保ち、足を大きく後方に引き上げるようにしましょう。フロント膝タッチ、体の正面でおへその高さに両手を構え、膝を上げて触ります。左右交互リズミカルに10回行いましょう。動作中は手元の高さを変えず、ももを高く上げるようにしましょう。慣れてきたら軸足のかかとを上げるとより効果的です。肘膝クロスタッチ、右肘で左膝を触り、左肘で右膝を触ります。対角線に左右交互リズミカルに10回行いましょう。動作中は体をひねるようにし、ももをしっかり上げ触るようにしましょう。慣れてきたら軸足のかかとを上げるとより効果的です。ウォーミングアップステップ1、スローもも上げで元気よく足踏みを50回行いましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、30、31、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。ステップ2、ラジオ体操の感覚で8カウント2回ずつ行いましょう。背伸び、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。肩回し、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。体側伸ばし、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。腰回し、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。屈伸、
1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。前屈後屈1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。足振り前後右足1、2、3、4、5、6、7、8。左足1、2、3、4、5、6、7、8。足振り左右右足1、2、3、4、5、6、7、8。左足1、2、3、4、5、6、7、8。ふくらはぎ1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。深呼吸1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。スクワット8、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。足踏み1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ランジ10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
足踏み1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、アブダクション足踏み1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、カーフレーズ1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10、2、3、4、1、2、5、6、7、8、9、2、3、4、1、2、
8、足踏み1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、プッシュアップ、8、9、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8。トランクカール、8、9、2、3、4、5、6、7、8、9、2、3、4、5、6、7、8、10、2、3、4、5、6、7、8。ヒップリフト、8、9、2、3、4、1、2、5、6、7、8、10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 、2、3、4、1、2、5、6、
1、2、5、6、7、8。アームレッグレイズ。足踏みステップ5種目10回をリズミカルに大きく動かしましょう。内くるぶしタッチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。外くるぶしタッチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。かかとタッチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。フロント膝タッチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。肘膝クロスタッチ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2ラウンド目1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。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 3ラウンド目1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。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 深呼吸1、2、3、
1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、いかがでしたか？無理のない範囲で体調に合わせてプログラムを1セットから2セット繰り返してみましょう。